強さの先にあるものを。まさか声だけでこの威力か。ジレン、俺が出る。終わりだ。よ、ジレン、俺らと戦え。ジャスティスフラッシュ。聞こえるか、ジレン。力を温存すべき時は終わった。まずは孫悟空を潰しておけ。ジレン、存分にやるがいい。お前の望みを叶える、スーパードラゴンボールを手に入れるために。トーラと戦う気になってくれたか。おめえの強さはよくわかった。そんならオーラのとっておきを見せてやる。みんな、悪い。オーラに現金をあげてくれ。木を集めるに時間がかかりすぎる。待ってやる。お前にとって特別な技なんだろう。全力で来い。ジレン、オラに時間を与えたことを後悔すんなよ。これがオラたち第七宇宙の元気だ。うん、嘘だろ。
ゼロだ。お前はここまでだ。ありえん、あってはならんことだ。身勝手な極意。みんなもびっくりしてるね。なんかスーパーすごいものらしいよ。まあそうと断言するのは早計なのですが、とにかく何とも目が離せない展開です。さあ始めるぞ。サイヤ人、実に興味深い存在だ。だが、この熱さ、それがお前の限界だ。第六宇宙の殺し屋、何の用だ。仕事だ。貴様、本気で俺を倒すつもりか。それが俺の仕事だ。俺が孫悟空が受けた次元の攻撃か。対談した。確かに重い。さあ始めるぞ。やった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 。何度同じことを繰り返すんだ。無駄なことはやめろ。これは俺の仕事だ。最後まで付き合ってもらうぞ。本気でかかってこい。たらんぞ。イットさん、こいつは俺に任せろ。手出しは無用だ。お前たちにはお前たちにしかできないことがあるはずだ。第六宇宙のために。本気でかかってこい。殺し屋の矜持などくだらん。これで終わりだ。
お前はどうなんだジレン、最強の称号以外に欲しいものなんてないんじゃないのか。俺とて叶えたい願いはある。お前たちにも教えよう、ジレンの強さへの執着の理由を。ジレンは一人になった。その時痛感したんだ、信頼など無価値だと。それと同時に理解したのさ、強さこそ正義、強さこそ絶対なのだと。勝てば周りがついてくる、勝利すれば全て手に入る、そこに感情など不要。俺はそんなジレンのとてつもない強さへの渇望とその孤独心に惚れたんだ。信頼か。結局お前は自分自身のためにあの連中を利用しているだけなんだろう。黙れ、貴様にジレンの何がわかる。過去に執着して生きるなんて、勝てばかつてのように戻れると思っているのか。過去を清算できるとでも。強さこそ絶対だ。力は全てを許してくれる、たとえ過去でもな。弱者が何人集まろうが絶対的強さの前では無意味だ。フン、その余裕気に食わん。得意の変身はなしか。貴様ごときこのままで十分だ。やりきろう。キダルキトガトガヤナどっかかってこい。無駄だ、自ら部部隊を降りる。やかましい。そうか、分かった。遊びはここまでだ。お前はここまでだ。勝負はもうついている。貴様をそこまで突き動かすのは一体何だ。さあな。だが行ったところで能面野郎の貴様には分かるまい。何かを守るために戦うってことがな。キダルキダルドッ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 。その誇りの高さだけは認めてやる。終わりだ。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。やはり理解できんな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。ベジータが、そしてみんながオーラに託してくれてんだ。ここで負けるわけにゃ。ジレンのやつ、孫悟空の動き、そして力の底、一度の手合わせ、そしてケフラとの戦いの観察で、すでに見極めていたか。悟空もスーパーすごいけど、ジレンもスーパースーパーすごいのね。この局面、いかに守りが優れていよう、攻めがなってなければ勝ちは得られぬ。不完全な身勝手の極意が、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め、ジレンを超えるとでも言いたいのか。ありえん、それこそ寝言だ。この力の大会、
そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。ジレン、もう終わらせるのだ。今すぐ奴を、孫悟空を落とせ。逃がしてきた。悟空やったね。くっ、出ろ。出ろ。強さの先にあるのか。こっからが本当の勝負だ。ジロン、孫悟空、身勝手の極意が何だというんだ。ジレンは負けない、どんな時もな。しまった。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから、だから、ねえ、手加減はせんぞ。カカロットが追い詰めたことで、やつはかつてのトラウマを再び思い起こしてしまったか。まずいぞ、これは。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、人も他のみんなも、オラに託してくれたんだ。その思いにかけて、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと。オラがミスト、おめえほどのやつだったら本当は気づいてんじゃねえんか。オラが言ってることをよ。誇り高き戦士、孫悟空。このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だが、お前の存在が消えても、お前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないとね。今度は軽い怪我じゃ済まないぞ。二度は食らわん。お互いにな。ジレンは、ジレンはよくやった。立つんだジレン。何のために今まで誰も信頼せずに、お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。最後まで。まったくヘドが出ますね。黙れ。逃げろフリーザー。邪魔をさせん。
強さこそ正義だ。邪魔ですね。俺の邪魔をさせん。強さこそ正義だ。本気でかかってこい。俺の邪魔をさせん。本気でかかってこい。隙だらけ。俺の邪魔をさせん。強さこそ正義だ。強くなってよ、オラたちが束になっても叶わねえかもしれない。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。私を投げ飛ばしなさい。わかった。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、なぜだ。俺はお前たちをないがしろにしてまで戦った。戦いが終わったばっかしなのによ、俺まだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、また会いて。次は勝つ。また会おう、孫悟空。